勢いで人質を追いかけようぜ。開門。壊してくれる。本田平八がいる限り、こっから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの？全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。目障りだ。今川の本体が現れた。壊してくれ。これで後戻りはできなくなったな。とて無駄よ。とて無駄よ。目障りだ。壊してくれ。止めよう、とて無駄よ。タケの人質を奪おうなど不届き千万。ウスッドどもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎまする。その間に若は逃げ延びてくだされ。半蔵、すまない。無理はするな。伸びゆき兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。壊してくれ。またも退路を断たれてしまった。ほう、一も来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。開門。信行たちが押されている。直ちに援護するぞ。
康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。わしと手合わせをしようもんか。打ち取ったぞ。やはり兄上はお強い。この俺を止めようとて無駄よ。私の獲物発見ね。この俺を止めようとて無駄よ。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。この信長こそが天下無双よ。来てくれて助かったぞ。まったく、いつも無茶ばかり。ついていく身にもなっていただきたい。我らは今川に従うと決めたのだ。終わりのうつけめ、邪魔はさせぬぞ。この俺を止めようとて無駄よ。
侮ったか。信長様の前に敵はいねえな。壊してくれる。人質を差し出し今川の手駒に成り下がるなど、俺ならごめんだがな。耐えきれん。聞かせてもらう。そばにいるから兄上は平気で無茶をするのだろうな。いやいや、信長様が無茶すんのは出来のいい弟が助けてくれるからだろう。やはり兄上はお強い。とて無駄よ。あれ、物の符の端くれ、ますやすと捕まるものか。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。イチ、よく来てくれた。もうまた無茶なことして。お力添え感謝いたす。とて無駄よ。
よく従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。聞けば駿河の今川家当主義元は将軍にとって変わらんと上洛を企てているそうだな。はい、確かなことは分かりませんが、そのような噂は耳にしたことがあります。ならば義元に勝てたなら俺は天下すら狙えるということか。天下？ざれ言よ。しかし座して滅びを待つくらいならば俺は乱世に抗う。家康、お前も共に戦ってみぬか。乱世に抗う、なんと壮大な。ですが私でお役に立てるでしょうか。その覚悟があるならばお前を人質としては扱わん。お前も俺を兄とでも思えばいい。はっ、この家康、必ずや信長殿の、いえ兄上のお役に立ってみせます。やれやれ、信長様の蛮勇には骨が折れますな。下の者の苦労も少しは分かっていただきたいもんです。そう言うな勝家。兄上の槍用は蛮勇にも見えるが、その実賞賛あればこそ仕掛けているのだ。さすが信行だ。信長様のことがよく分かってるじゃねえか。言葉に気をつけろ、とし。信行様だ。何度も言わせんじゃねえ。幼い頃からの付き合いだからな。私のことは呼び捨てで構わないさ。それよりまたさ、こたびは苦労をかけたな。これからも兄上のことをそばで助けて差し上げてくれ。なあ、任せとけって。この槍のまたさがいる限り誰にも信長様を撃たせねえからよ。そいつは頼もしいこった。